どうもメンディーです。今回のムーブオンは暦は秋がしかしもう湿度は夏、このモヤモヤから逃げるために私は気持ちのスイミングをしたいと思います。今回のムーブオンは東京一の大木スカイツリーのふもとにあるオアシス墨田水族館から残暑見舞いに涼しげな仲間たちを紹介いたします。うわ、なんかアクアリウムがたくさんある。わあ、なんか涼しいね。わあ、すごい。すごいね、なんかよく見るとこういうテトラ系のものの中に混じってエビがいる。きれい。共存してんだね。お、クラゲですって。わー、あの職種に毒があってチケットやられると言ってんの。すごい。今日ちょっとね、クラゲを意識してどうすか。私かな。どうかしてますか。綺麗なものにはどこがあるって言いますね。さすが実験室ですね。クラゲの赤ちゃんがすごい。見えないでしょう、よく見ないと。これで生後4日から5日なんですって。これ5ミリあるかないかぐらいかな、大きさ的には。しっかりと命でございます、小さいけど。でこの闇を抜けると金魚がいる。金魚ですよ。わー、茶色の金魚なんてあんま見たことないよ。見て、かわいい。あ、カメラの方に行った。カメラ好きね。さすがだわ、ジェニックだ、フォトジェニック。映像映えしますね。こんなに金魚って色があるんだね。こんな、今私が見てたのこの茶だけど、一般的なのこのモミジっていうやつだよね。よく金魚すくいで見たりする金魚がこのモミジ。そっか。え、何、あ、えー、
泣いちゃった。レイダー、すごい。すごいね。うわあれサメだよね。あれウツボ奥の。ウツボだよね。すごい。いやー、エイにウツボに、すごいすごい、ウツボだー。あー、こっち来た、こっち来た、おー来た来た来た、おーおー、すごい、すごい。サンゴだよ、サンゴ。すごいね、なんか。これって、これナマコ？ナマコかな？ナマコだよね、これ。マリネにしたらすっごい美味しいんですよ。いやー、熱帯魚もね、美味しいからね。いいね、ちゃんとお腹も空いてくるし、綺麗だし、素敵だ、水族館って。やっぱ見てて食べたくなるもんね。これ、本当になんか水の、向こうにいる人たちが水の中のなんか国に迷い込んだみたいになってる。私がじゃあこっち行ったらそうなるんだ。これね、どうなってんだろうね。あ、もうシャイだから隠れちゃうの、すぐこうバーって。あ、でもなんか積極的な子もいればすぐ隠れちゃう子もいて面白いね、人と一緒ね。チンアナゴ社会ってあるのかな。すごい、なんか猫ザメ赤旗ですって。サメもいろいろだね。なんかすごいやる気を感じないサメだね、猫ザメちゃん。なんか真っ昼間の喫煙所でタバコ吹かしてぼーっとしているサラリーマンのようだわ。ペンギン、ペンギンが見て、ペンギンがたくさん。なんか、あ、すごいすごい、ペンギン、こんなたくさん、屋内でこんなに、あまり見たことないかもしれない。へぇー。もう慣れてるもんだね。全然動じない人に、あんな四方八方から見られてるのに。毛繕いなんかしちゃってさ。何あれ。
すごい。え、あすごい。あ、見て、こっち見てる。はい。のんびりした顔してるね。眠そうだね、なんか。すごい。おお。飛び込みましたわ。癒されますわな。こんなに間近で見られると思わなかった。この水族館の中は LED の電球でちゃんとその朝昼晩とその時間に合わせた明るさを調整しているんですって。だからね、変に体内時計狂うこともなく、ペンギンやその他のね魚や動物たちもさぞかし過ごしやすいことでしょう。ちなみに室内はそうね、適度な温度でございます。あ、何これ、下からも見れるんだ。すごーい。お腹かわいい。こんな大きいんだね。すごい、フグみたい。フグみたいだね、かわいい。トンネルがあるみたい、オットセイトンネル。おーおおお、すごい。頭上にオットセイ。いやー、泳いでる気持ちになるよね。そしてまた金魚だ。でかっ、でかい。ランチ中ですって。これね、尾びれから頭まで15センチはあるね。すごい。何考えてんだろうね。いや、これ、クマの実じゃないですか。わー、なんかすごい。美女たちって感じ。あ、そうね、クマの実といえばイソギンチャクだから、ちゃんと同じ水槽の中にいますね。なんかこう普通のガラス張りの閉鎖的な水槽でクマノミを見たことはもちろんあるけど、こんな開放的な上からクマノミを見下ろすってことないね。イソギンチャクもしっかり、なんか真横から見るのと真上から見るの全然違う。花みたい、ボタンの花みたいじゃない、なんかイソギンチャク。へー、
いやさっきのエイたちがね、下からも見えるんだ。おお。やっぱエイだとかサメってこう距離離れてても迫力あるよな。あーすごい。迫力すごい。サメの。面白かったね。今なんかペンギンがショーをやってるみたいですけども。いやもう本当になんかこう気持ちが泳ぎましたっていうか踊りましたの方が正しいかな。いや水族館屋内だからもう本当365日どの季節でも楽しめるけど、なんかこの残暑残る秋の始まりにもう涼しい気持ちで魚だけじゃなくてねペンギンだとかオットセイたちとこう戯れることができるなんてなんて贅沢なんだろうってそんな気持ちです。ちょっと力抜きすぎたんじゃない今回のムーブオンって思う方申し訳ございませんが、今回もう力を抜くために私やってまいりましたので、じゃあそう思った人は実際足を運んでくださるといいと思います。力が抜けるよ。もう一周しちゃおうかな。ではメンディーでした。残暑に気をつけて体調を整えて、これからどんどん深まっていく秋を一緒に楽しんでいきましょう。またI'm not afraid to die.